はい、どうもこんにちは。テスラそろそろ加工しろ。はい、ということで、今回も撮っていくんですけども、今回はね、7300到達することができましたということで、まあ、戻ってきたって感じなんですけども、今日はこっからマルチやっていきたいと思います。見てほしい。このやばくないこのデッキ、絶対スナイプだろっていうみたいなね、このわけわからんデッキを、ぶっ倒してね、73来ました。はい、よろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。いや、マジビビった。だってさ、初手でドリル飛んできてさ、いきなりフリーズ打たれてさ、何ってなったらさ、テスラとトルネ入っててさ、さらにスパーキーまで行かがってね、もうなんだこれってなったんですけど、まあああいうね、わけわからんデッキは逆にね、まあ逆にバルメタすぎて、勝てるみたいなところもあるんでね。これブラッフィーアイゴで出しといて、まあなんか釣れたら美味しいね、ぐらいで。まあ釣れなかったら出していきましょう。キースピとスケドラはもうスパーキーかな。おっと、ばあちゃん来たね。ばあちゃんでなんだ、切れちゃいました。すいません。うまく繋がってることを祈る。なんかすげえダメージ食らっちゃったわ。あたふたしました。まあまあまあ、でもそういう時もあるよねって感じで切り替えていきたいと思います。これ許容ですね。許容して、これ左行きたいな。僕左に、アイゴレバルンディガー行きたいんですけど、ちょっと一旦待ってね、ミニペがワンチャン来る可能性があるんで、そこない？だったら、マザニクをね、潰せば僕、多分いける。じゃミニペで読まれそう。ですね。まあ、そんな感じはしてたんで、シャーなしとして、まあ、2発あるでしょ？ OK。ザップ来たらアイゴレつけるって感じで、まあ、多分来ないっすね。これ、豚にされちゃうけど、まあ、これね、右の方が食らってるんでね。左は許容できますね。オッケーオッケーオッケー。相手のデッキわかんない。まあ、スパーキーだな。スパーキー確定だな、これは。うん、ですね。左は無視。うわぁ、なるほど。無視か。ゴブジャイか、ジャイによりますね。どっちかによるな。これ一発ここでもらって、よいしょ。さあ、タゲ取りまくっていくよ。さあ、いいんじゃないですか。これ多分さすがに入んないと思うんで、入ったらやばいよ。あぶねえ。さあさあさあ、耐えたら勝ち、耐えたら勝ちを頭に入れて頑張っていきたい。これミニペが来るんでね、次から。ミニペ追加もね、してくるんで、そこをどうやって止めるかですね。で、正直ヒースピいるんですけど、これ先行、まあまあまあ、こういう感じになってね。結果オーライですね、これは。やばい、喉がやばい。これ、豚にされちゃうんですけど、これね、タゲ取るためにね、ちょうどいいですね。ちょうどいいっていうか、いい感じになるんでね。さあ、完璧な防衛。これ、ジジイですね。いいね。オッケー。これで、一発スパーキー、こっちにね、もらってあげて、マスケで処理していくって感じで、三重心完成ということで。さあ、ジジイですね。オッケー。まあまあまあ、これはうまくいきましたね。さあ、あそこね、マザネクいるんですけど、マスケがね、結構、マスケとタオの滝が、マザネクから出てきた、マザネクから生成された豚にね、向くんでね、予定も処理できるんでね、すぐ。あそこでなんか体力が多いロイジャイとかがいたら、まずいんですけど、これ取れてるよね、そう。ロイジャイとかがいたらね、ちょっとまずいんですけど。あんな感じで。タワーの竹が何にも取られてない時とかは、一回竹取る感じでやってあげてもいいと思います。ちょっと難しい。何言ってるかわかんない。ちょっと日本語難しかったけど。まあ、伝わってくれたら嬉しいです。もうなんかね、最近スケルトンをセパレートするのが怖いですね。端前にマザネク出されるだけでめっちゃ豚作られてね、それだけですっげーダメージもらっちゃうんでね。だからちょっとね、アスケセパもね、怖くなってきましたね。アイゴレとかが安牌かな。これが抑制ですね、さすがに。対空2個切ってるんで、ランバルっぽいですね。まあ、あいつはトルネされるんで、うわ、やべ、耐えられなかったか。まあまあまあ、でもこれ相手、ランバー咲かないとダメなんで、あ、ダックフリか。これパフでさ、解除できる？オッケー。解除。いや、スケラか。やばい。なるほどね。オッケー。これはもうめっちゃ食らっちゃうけど、雪玉後から、
追加で出していく。OK、タルマで切らした。スケラか、なるほどな。いや、キングバカみたいに削れてるね。キング行きたいっすね。でも、ディガーで2000削るってなると、どうなんだろう。左来るよ、右来るよ。OK、OK。もう一発。いやー、まあまあまあ、でもこれ許容ですね。さすがに許容して。いや、これキングかマジ悩むけど、まあとりあえず一旦ね、様子見で、こっち行きましょう。ああ、雪玉回ってないのか、俺。オッケー、でも5キル、オッケー。これ相手多分雪玉警戒ですね。これで相手のスペルも分かったんで、このスケルトンはあんま怖くないでしょ？オッケー。さあ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 、いいっすね。これ右からマスケ出していって、ボーラーか。なるほどね。いや、これ2周目のバルーン行ってもいいな。行っちゃうか。行きましょう。行っていい、これ。で、ダックプリがちゃんとこっち来てから。で、こんな感じでやってあげて。それ多分ファイブも切んないと相手、そうですね。で、ここがむずいのが、スケートンで、やつは許容ですね。あの人は許容して、ベビドラちゃんを許容してあげて、ここでね、行く。で、トルネ切って、いや、これ延命したかった。スケルトン出したかったね。オッケー、トルネミスった。これめっちゃでかい。しかもこれ、キングもね、割と削れますね。オッケー。これでまあ、おられたとしても逆性かな、まあ、ですね。オッケー。さあ、オッケー。左は、あいつらに頼んで、あいつらっていうか、ボムターだけに頼んであげて、これで、あい、これで、あ、ディガーで逆サイ釣ってって、さあ完璧、オッケー、GG ですね。よし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 。まあ相手がトレネミスったのもあるけど、まあまあまあでも割といい立ち回りできたんじゃないでしょうか。37美味しい、来た。さあさあ、ガンガン上がってきましたね。いきますか。いいっすね。オリーグ上がった？来た来た来た。オッケーオッケー、いいよ。さあもう一戦行きましょう。来た。まあまあまあ、さっきの大トロ美味しいね。これちょっと大トロではないけど、まあまあまあ。そうね、スケツーパーじゃなくて樽からいきますか。ゴブリン、ゴブリンはもう、多分ね、確定でホグだと思ってる。違いました。オッケー。うわ、これガゴのやつか。え、違う、なんだこれ。ロケットはでも 100% ありますね。え、ガゴムね？やば。何このデッキ。ちょっとわかんないっすね、俺。あ、浩平さんだっけ？日本人が使ってるデッキじゃないこれ。そうだよね、ホグいるよね。フリーズあるよね。だよね、オッケー。オッケーオッケー、分かってる分かってる。いや、待って、滝がやばい。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。で、樽は取っときたい、ゴブリン用に。で、ディガーは、次来たらむしろいいかな。多分若干取られてるんで。で、体育がガゴムネとプリンちゃんで、プリンちゃんワンチャン来る。まだ回ってないかな。いや、でも、あと1枚ぐらいで回りそうだな。これで回りそうですね。ここで、そうだな。いや、これ出せなくていいな。これでいいや。うんうんうん。オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケーオッケオッケーオッケーオッケー。あー、ちょっとアイゴレ早かったな。もったいないですね、これ。あんて、これしかも。やった？位置やばい。オッケーオッケー、位置めっちゃいいわ。で、ここで行くんだけど、ホグ同時に飛ばしてくるかな。相手うまいと飛ばしてきそうですね。さあ、オッケー、これは、なんとかなった。フリーズ防衛があるか。うんうんうん。でも、うちのバルンちゃんは優秀だから、一発入れちゃうと。お前強いな。強いね、ほんとに。いいっすね。あー、これちょっとうざったいんですね。うざったいんですね。うざったいんで。めっちゃ延命してくるじゃん。まあ延命した方が相手からしたらいいのか。こっちからされ、こっちからしたら延命されるのがうざったいからね。多分ガゴムネホグ来ますね。そうですね。おそらくフリーズまで来るんで、ここでね、難しいのが、そう、こんな感じで。で、多分逆サイかな、端っぷりが。いや、どっちかわかんないね。でも、端プリは確定で来ると思うんで。でも、カバーちゃんとしてきそうだな。オッケーオッケーオッケー。オッケー、これ美味しいですね。いや、多分マスケ耐えるんで、オッケー。
まあ、もう、あと怖いの、あれですね。ガゴムネだけなんで、これ GG ですね。OK! 来た！いいね。3連勝来たよ。いやー、どうする？もう1回行っちゃう。あと1回勝ったら64、74なんですよね。いやー、久々に3連勝してるから気持ちよく終わりたいけど、まあ、ここでね、まあ、逃げたところで、まあ、何も始まんないってことで。さあ、500以内めっちゃ久々に来たね。さあ、行きますか。ラスト、74行ったら、ラッキーってことで。レッツゴー。さあ、どうしようかな。タル行くか。タル行こう。さあ、スケセパー。LSP。スケセパー。ちょ、スケ LSP は、あれですね。あ、待って、これやばい。早いかな。ちょっと早いかな。ちょっと早いかな。ちょっと早いかな。戻ってこないでー。お、え？クロスかと思ったけど違いましたね。だいたいウッドとか読まれそうですね。怖いけど。スケ、LSP、リババ、まあ、ロイかな。多分ロイジャイっぽいですね。一発ももらいたくないんでね。延命、プラスでカウンター的な感じでね。ここね、がっつり一気にね。OK、こうやって巻いて捨ててくるね。やばい、バッテリー来たよ。OK。これ雪打って、やつを延命したかった。あの子がいなくなっちゃった、僕の、タルババア。やべえ、これ、これどうしよう。まあ、釣っていくんですけど、ちょっとあんまエリクサー使いたくない。でもなー、これ守りたいなー、守んなきゃもったいないしねー。いやー、マジか。あそこ、ま、捨ててくるよな。対空多分なかったんかな。オッケーオッケー、そっち行くのでかい。来た！来た！お前最強マジで。強すぎ、それは。それは強すぎる、普通に。普通にやばい。ディガーがバカみたいに優秀でしたね。オッケー、来た、完封。来た。74見えてきたぞ、これは。これは見えてきたぞ。相手諦めてくんねえかな？頼むよ。これで調子乗ってくから、俺、どんどん。あと1分あるのに調子乗ってさ、負けるとか一番もったいないからさ。諦めろ。何これ、待ってんの？エリクサーないの？それとも諦めたの？諦めたの？これは。来たー！諦めたでしょ、これは。さすがに、こっから出てきたら俺さ、泣くけど。オッケー、来た！来ました！ 74！ やった！嬉しい！めっちゃ嬉しい！よっしゃ！ 4 連勝は気持ちすぎる。やったね。久々に動画で勝てましたね。こんな気持ちよく。4回、4連続で。あ、テスラあったよね。でも、そうだよね。でも、まあ、クエイクだったからか。さあ、間違えた。で、これ。いや、これ勝ったのでかいね、このスケラに。で、このスパーキーに勝ったのもでかいな。ってことで、74到達ということで、いい感じじゃないですか？順位も、500以内切った。よし！めっちゃ嬉しい。スクショしよう。ってことで、本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なんか久々にいい動画撮れたわ。ぜひ見てくれたら嬉しいです。ということで、この辺、え？ あれ？この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、バイバイ。